50cc だからこそ、2段階右折しません。300cc くらいのお湯を沸かします。燃料はアルコール20ml×2本、着火。これで普段はお湯が沸きます。ただし風が強かったので何度か火が消えました。熱湯にはほど遠いお湯を注ぎます。やはりカップヌードルは醤油が基本ですね。少し固めですが美味しくいただけました。じゃあな、俺は行くぜハニー。男には旅立たねばならない時があるんだよ。こっちかな。それでハカッパ公園を後にして印旛沼一周行ってみましょう。左折します。おしまい。いやいやそんなバカなっつ。それで覇気を取り直して出発します。2段階右折が怖いのでシリーズのお約束、50区の法定速度30ケム不遵守。2段階右折が怖いので左折しかしません。行き止まりは U ターンか。左折できるところは全て左折します。指導、駐車場だと思われるところは入りません。二歩通路はガンガン進みます。ループして元の通りに戻ったら U ターン。その他警察や住民から苦情が来ないように心がけます。ですね。U ターン。ここも行き止まりです。湖畔の住宅地は行き止まりが多いと思います。
を左折していきます。左折します。もう一つ鉄のお癖がありました。無理やり抜かされてもイライラしない。すげーでかい風車が見えてきました。千葉には東京ドイツ村があるくらいなので、オランダ村があってもおかしくないでしょう。多分オランダ妻もいますね。その立場県の名所として、東京ディズニーランド、新東京国際空港、新東京サーキット、東京サバゲパーク、新東京病院、東京キリスト教大学などなど多くの名所があります。千葉の名所を紹介している間に沼っぺりを走っていました。さすがにこれは道じゃないでしょう。ギリギリと下がってここの左側は先ほどの道みたいなところに繋がっています。左折。違法走路かな。はい、違いました。を入れたいので、こ
ほよほよ、ワクワクすっぽただいま、ハニー。次回予告。スロージェットを元に戻し忘れていました。定番はやっぱり定番なんです。